Hello, welcome to OEHJP channel. I'm Annalise from Malta, and I'm Mr. Rude. And our special guest, Tiger Heart. Hi. Hi, ありがとうございます。ですね、今からリビングリッシュ第2本目始めていきたいと思います。リビングリッシュとはですね、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、今日はですね、マルタからアナリーさんというあの可愛らしいアシスタントを連れてきておりますので、ちょっとあのビューレの地下に来てもらって見てもらえたらなと思います。それでは今回も最後までお付き合いくださいということで、今回はですね、ゲストでタイガーハートさん来ていただいております。タイガーハートさん、英語で自己紹介をお願いします。 Hello everybody, my name is Tiger Heart. I am a professional wrestler. はい、プロレスラーでいいと思います。プロレスラーのタイガーハートさんですね。はい、ありがとうございます。でですね、この番組は、国際交流とかっていうのをテーマにしてやってますので、アナリーさんが英語で質問しますので、はい、英語でもいいですし、その他の言語、何語でもいいので答えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあアナリーさん、You can. Okay, so Tiger Heart, what are your experiences out of Japan? Where have you been?Experience of out of Japan ということで、日本以外の経験ですね。で、Where did you go ということで、どこに今まで海外行ったことありますかって聞いてますけども。アメリカ、はい、ニューヨーク、ロサンゼルス、はい、あとは、まあ、あのアジア圏で台湾、香港、そういったあたりですね。なるほど。結構、なんか話によるとアメリカにはもう10回以上行ってるっていう。あ、はい、そうです。すごいですね。なんかニューヨークが大好きなんですか？あ、そうですね。もうあのビルが立ち並んでるっていうのを眺めるだけで、あの心が癒されるという。すごいですね。そんな癒されますビルって。もともと都会の子なんで。なるほど。僕が初めて海外行ったのがニューヨークでした。あ、そうですか。中学校2年生で。すごい。はい。で、エンパイアステートビル登って、もう日本人のおばちゃんばっかりで、ここなんや、日本かと思いましたもんね。なんか日本とつながっていっちゃうかなと思いましたもんね。エンパイアとか登りますか？ああ、行きましたね。でもあのテロの後はもうものすごい、まあ、厳重でね、厳しいですしね。もう金属探知機入らないといけない。そうですね。なるほど、なるほど。そのニューヨーク行ったらいつも何したんですか？どこ行ったりとか。そうですね、本当にもう散歩がメインになりますね。散歩、はい、なるほど。もう買い物もアマゾンや、はい、インターネットで、あ、まあ、買うのもないですもんね。ないです。特にね。そしたらスタンレーパークから南に降りて、それとも自由の女神から北に上がっていく、両方ともしましたね。ああ、そうですか、はい。まあまあ、でもニューヨークはあの5番目のね、ストリート通り、ストリートとアベニューになってるんで迷うことないですもんね。そうですね。なるほど、そうなんですね。で、あのロサンゼルスにもなんか3回ほど行ってるということで。ああ、そうですね、はい。なんかとっておきのネタがあるって聞いたんですけど、あの一応ここに写真を持ってきてて、あの、はい、ラジオなんで見に来てください。あのビブレの地下に写真を見に来てください。見てわからない、あの僕らだけ見たって意味ないと思うんですけど。皆さん多分ご存知だと思いますけど、ハリウッドのネオンサインですか？はい、ハリウッドのサイン。ハリウッドって書いてあるやつね。意外と遠くにある。そうです。あれをもうギリギリのギリギリまで、はい、みんなで登っていって。はい。で、結構遠いですよね。普通のもう山の民家の間と抜けて、ね。観光地じゃないですもんね。行ったら行けない。行けないとこですよね、あそこね。だから遠くから見て、あーって感じで近づいていったら意外とちっちゃいってがっかりすると思うんですよね。そうですね。その柵を乗り越えてまだ崖の上まで登ろうとしてたら、はい、なんか向こうからパトカーが来ますね。パトカー来たんですね。ああ、やっぱりここ入ったらあかんのかなと思ってたら、あの、そう入ったから、いやー、それはあかんですよ。
で、これがその写真でね、はい、ちょうど4人で旅行に行ったんですけれど、はい、なぜか4人で写真がハリウッドの看板と一緒にね、この写真によると4人写ってますよね、全員が。その当時そんなセルフィーみたいなのなかったですね。なかったですね。ね、で結局誰が撮ってくれたかというと、そのお前ら入ったらあかんって言われたポリスマン警察マンが、警察官が機嫌よくシャッターを押してくれるっていう。そうです、そうです。まあ要は話ですね、観光地にある要は話で。なるほど。でも柵乗り越えていって最初ビビったんちゃいます、警察来て捕まったらどうしようみたいな。普段僕の生活がこれに近いのが多いって何とも言えない。日頃から捕まるギリギリの生活じゃないですか。なるほど、そうなんですね。面白い。いやいやいや、もう話は尽きないですけど、ちょっとタイヤハートさん告知あるんですよね。告知が、本日2時半から表の広場の方で我々プロレスリング支援、試合をさせていただきますので、朝からリングをもりもり作って。そうです、8時集合で、ね、もう出来上がってるんですか。はい、もう機嫌が悪い、はい、今日は一仕事終えてみたいな。そうです。それとあと12月9日の日曜日、はい、大阪弁天町の世界館という会場で、はい、有料公務を行います。はい、まだチケットたくさん余ってますんで、はい、よかったら皆さん足をお運びください。そうですよね、今日ちょっと見てもらって。そうですね、プロレスに触れてもらって。そうですね、次は12月の9日。そうです、弁天町で、はい、はい、今日の会場でも、チケット販売しておりますので、皆様ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。タイガーハートさん、はい、じゃあ、アナリーさん、We can close this show。Thank you for being with us here. Have a good day. はい、ありがとうございます。バイバイ。